皆さんこんばんは、小坂井一樹です。今日から私、この火曜ロードショー素晴らしい番組の案内役をさせていただくことになりました。一つ末永くよろしくお願いいたします。幾分緊張しているのは隠せません。なぜかといえば、私、映画とは切っても切れない縁がございます。小さい頃から映画館に通い、親と一緒に映画を楽しんだ健康な映画青年でございます。そして今回はまた皆様に映画を案内できるという、タレントとしては素晴らしい仕事だと思っております。さあ、記念すべき第1回の作品は、素晴らしい作品を選ばせていただきました、シルベスタ・スタローンのコブラです。この映画は素晴らしくノンストップでございますので、皆さん、今私の案内もあんまり聞かなくて結構です。今のうちにトイレ、食事、お風呂全て済ませてください。始まったらノンストップです。最初から飛ばしてます。途中で内容を聞く余裕はありません。始まったらどっぷり浸かりましょう。さあ、ご家族みんなでブランカーの前にお座りください。19インチでも33インチでも同じ迫力を楽しんでいただきましょう。それでは、映画の後またあなたとお会いしましょう。いやー、面白かったですね。最後あの二人はどこ行ってしまったんでしょうか。仲良く去っていきましたが、実生活ではあのブリジット・ニールセンとあのスタローンはあの後別れてしまいました。理由がニールセンが金遣いが荒かったそうです。やっぱりお金を持っている人間はいろんなところで苦労するんですね。しかし、あの僕一番いいと思ったのはですね、最近多いあの悪者にも悪者になった理由があるというものが一切なかったことです。悪いやつは本当に悪いやつのようでしたね。あの人は本当役者さんなんでしょうか。そこらにいた悪いやつじゃないかと思いますが、そのぐらいすごいはっきりしてます。よく言うあのいいもん悪いもんがはっきりしてるんで気持ちがいい。どうぞ殺せとみんなが思えるというのが気持ちが良かったと思います。まあ、最近は価値観多様とか言って、いや悪者にも一部の利とかありますが、これが一つもない。スタローンはいい人、あっちは悪い人、これが気持ちが良かったですね。まあその点で評論家にあんまり評判が良くありません。メッセージがないとか、中にはひどい人、あのスタローンは頭が悪いとかシュワルツェネッガーとか平気で言ってますけども、それはないと思いますね。やっぱ面白かったから良かったですね。アメリカで見ると、ロッキーとかスタローンの映画は全部掛け声が入るようです。で、あのこうこっちからこうジャンと顔が、全然顔違いますけど、こうジャンと映った時にわーっていう掛け声が入る間がちゃんと空いているという、やっぱりそこら辺はスタローンはあの頭を使ってんじゃないかと僕は思いましたけど、いかがだったでしょうか。時間もちょうどいいですね。最近2時間3時間って映画ありますが、1時間半ないんです。すごいことです。これはその中にあんなに詰まった内容、僕はなかなかの策略士だと思っております。いや面白かったですね。私の解説はどうでしたか。あ、そういうご意見ご希望もあのおはがきお待ちしております。この番組ではあのはがきもたまには採用させていただこうと思っておりますので、どんどんご意見なんかもいただきたいと思います。さあ、それでは来週からのラインナップをご紹介しましょう。どうぞ。いかがですか。楽しみですね。 TBS 力入れてます。火曜の夜は開けといて。